みなさんこんばんは。アイリオタクゲーム、マジカルファンタジーのカノアです。ファンタジー姉さんです。よろしくお願いします。じゃあご無沙汰しております。はい、すいません。そんな久しぶりの動画でございますが、今回はじゃじゃん、福山由紀さんアコースティックファイヤー2024の仙台公演のものすごくゆるいライブレポをやっていきたいと思います。久しぶりのライブレポ。前の長いですね、にわかがですね、ただただ個人的な感想をですね述べていくだけのゆるいレポになりますので、あとですね、記憶で話しているので実際と異なる場合がありますので、それでも大丈夫な方だけ引き続き見ていただけたらと思います。はい、失礼します。お願いします。はい、仙台公演は、なんと1,2,3,4,5,6,7,8,9 9公演目。すごいね、でまず数がすごい。仙台公演ものすごい盛り上がりで、すごい熱気でございました。福山さんが登場されて、それから出てこられて、こうマイクにたどり着くまでの間にエアーで、うわすごいな、多いなみたいな言ってらっしゃるのがめっちゃかっこよかったです。バーンと突撃ラブハートで始まって、今回はもう仙台の方々はもうフルでほぼ一緒に歌われるっていう、すごいと思って。すごいわね、じゃあもう迫力もね、はい、もうそのままもう大盛り上がりのまま MC に入られて、うわすごいな、奥どこまでいるのみたいな、福山さんがおっしゃってたんですけど、声枯れちゃってるんで、今日はトークをして休みながらやっていきたいと思いますっておっしゃってたんですけど、思わず枯れてるのとかにわかにはわからないし、トークが休みっていう概念がすごいなっていう。確かにね、休んでないっていうマクロスセブン知ってますかっていうご冗談からみんな笑ってらっしゃって、次が1,2,3,4,5,6,7,8 で、いつもこの前奏がスコールかっこいいんですけど、1,2,3,4,5,6をこう皆さんでやるっていうノリを厳しいぐらいからされてたと思うんですけど、この仙台公演の時に皆さんを煽る時にサビーっておっしゃってたのが、そうだね、分かっちゃうもんね、一発ね、これでね。最高でした。曲紹介するとき1,2,3,4,5,6,7みたいな歌えるんだけど言えないんだよねみたいなおっしゃってて、で歌い終わった後も、はい、1,2,3,4,5,6,7みたいななってらっしゃって、めちゃくちゃキュートでした。キュートポイント、マジで最高です。本当みんなアニマースピリチュアを送ってくれてありがとうって言って、しっかり受け取ってます。うわ優しい神と思ってました。ヨキワサラって俺の歌を聴けって言ってますけど、実は一緒に歌ってもらえた時の方が喜んでますよねっておっしゃってて、もう確かにイギルさんとかが歌ったりした時むちゃくちゃ嬉しそうですよね。ああ確かにと思いました。その後パレードワイルドライフってされて、その後の MC で OVA の話になって、で OVA の作品だよねって皆さんに聞いて確認されて、それで書いてた情報のことか、ミッキーはさら好きな食べ物、なんかトムヤムくんカレーとか書いてて、で当時はそういう情報よりももっとなんかキャラが分かる情報を知りたかったみたいなことおっしゃってて、ボーカルが辛いもの食べて大丈夫なのかなみたいなおっしゃってて、プロ目線、もう僕辛いもの大好きですねっておっしゃってました。しっかり振りが効いていらっしゃるという。ジャズセブンスのようになって、いつもセクシーすぎるんですけど、ほとんどの会場さんがセブンスムーンの時にこう演出で
でスモークを出してくださって、めちゃくちゃかっこいいんですけど、カノマが1回だけ出た時にスモークを出してくださった時に吸い込んで一瞬でうわってなったんで、すごいスモークをものともせずに歌ってらっしゃるのすごいと思って、確かにすごいよね、それ聞くとね、なな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 なって言って、あのアニメの冒頭で流れるじゃないですか、そこの西暦2050何年みたいなのを福山さんが真似されて、しかも似てると思ってしかも似てるのね、浅いすぎるわ、すごいどの部分かちょっと記憶があれなんですけど、似てくるリズムにと時は流れていく なんかちょっと場所違うかもしれないんですけど、歌い方が違う、音程が違うのかな、でもそれが違ってたから当時取り直したのに、間違った方で CD 出てたっていう、らしくて、で福山さんずっと正しい方で今まで歌ってこられたんですけど、ファンの人はそっちで歌ってますよみたいな言われて、今日はやってみようと思いますみたいな台分けられてて、はい、すごいと思って、でその話をされて、あその前におっしゃってえ、なんだろうってみんな思って、で、あ、後でいっかっておっしゃって、なんだろう、私たちはもうお茶目さんに振り回されておりますと思って正直サブマリンストリート歌われて、サビとかも最高に感情がエクスプロージョンされて、めちゃくちゃ感動するんですけれども、サブマリンストリートでっていうところが、なんかこう音の数と歌詞の数が合ってないそうで、だから当時どうやって当てはめるみたいなことになったらしくて、で今のになったそうなんですけど、すごいなと思って、確かに井上さんが歌詞と音が合ってないけど、なんか福山さんの歌い方でどうにかしてもらってたみたいなことをおっしゃってたじゃないですか、すごいなと思って、すごいよねすごい、ファイヤーボンバーっていうから最初はどんなディスメダルを歌ってるのかなって思ってたけど、意外といろんな曲を歌ってますよねっていう、その時おっしゃってました。その次リメンバー16歌われて、リメンバー16の時にある時から気づいたんですけど、口笛を吹かれるんですけど、もう口笛も本当に美しくて、なんかもう全てが浄化される気持ちで聴いているんですけどもう口笛をされた後に感想のギターを弾かれるんですけど、その口笛を吹いてた唇の形のまま弾かれるんですよね、ギターを、風の形というか、それがもうめちゃくちゃセクシー&かっこよくてすごーと思ってめっちゃ最高です。バサラって銀色のギターって持ったことないですよねっておっしゃってて、キャラが確立してない時だったから合ってないところもありますよねみたいなおっしゃってて、ああそうなんだって思いました。でなんかその日店内でお祭りを行ってたそうで、行きたいなって言って、だいぶ早く切り上げたら間に合うからっておっしゃってましたみんながいいって言ってでそんなお祭りがやってる中こっちに来てくださってありがとうございますっておっしゃってました。もちろんみたいな。その次がハート&ソウルなんですけど、その曲の前にこの雪の中でキーエミリアさんと雪合戦をっておっしゃって、あ雪合戦じゃない歌合戦だったって言われてもう雪合戦だったらもうね、あんな大きい方に投げられたらもうイチコロですよねって言って何言ってるんですかね僕はっておっしゃって、キュートさまた大爆発されてて、そういう感じの映画のっておっしゃってそういう感じの映画じゃないですよねもうなんか本当トークも最高っていう、すごいね、全部自分で言って自分で突っ込んでっていうね、すごいハートアンドソウルがあれて、で皆さんもわーって拍手して、そしたら褒めてくれると嬉しいねっておっしゃってて、うわーチューニングをされてたんですけど、チューニングの音に合わせて、1弦2弦って言って歌ってらっしゃって、おー新しいと思って、すごー、仙台の七
花形祭りっていうのがありそうなんですけど、それにハミングバードさんで初めて出るぞってなった時にバンドのフルセットをもう車に積んでワクワクで来られたそうなんですけど、そのハミングバードさんの出演する時間が お昼の部と夜の部みたいな感じで分かれてたそうで、そのお昼の部の早い時間帯はバンドが NG みたいなだったそうで、できませんってなって、あの福山さんはアコギになり、古谷さんなんておっしゃったか忘れちゃったんですけど、で麻生さんがドラムじゃなくてタンバリンとかわいい足元にマイクを置いて、足とタンバリンでされたみたいにおっしゃってて、応用力すごいと思って、すごいすごい、なんか仙台に来た時によく行ってたお店で、なんかキムチと納豆丼みたいなすごい大好きでめっちゃ食べてました、でもお店そのお店なくなっちゃったんですけどねっておっしゃってて、もう入ってみたかったなと思いました、最後に長い仙台の話でしたっておっしゃって、喉乾いちゃったって思いますねあーもう尊すぎるってなりました。次がフィールユニバースで、いつもここ壮大感がすごいんですけど、本当に宇宙が見えるような福山さんの背景にっていう感じなんですが、その当時宇宙だとなんかテープエコーみたいな感じで音は伝わると思っててっておっしゃってて、カセットテープをなんかずっと擦り減るくらいですかね、なんか聞いてるとその音になるみたいなことをおっしゃってて、聞いてみたいと思って、なんかよくある我々はみたいな、おお、そんな感じになるんだって確かおっしゃってたと思います。でディレイとリバーブで言うとなんかどっちかとおっしゃってたんですけど、ちょっと記憶があれなんですけど、それがまずわかんないからなんですけどねザライトザライトでもう出雲ながらもうお客さん一人一人の目を見てもうマジで神々しいんですけど、でこんなに歌ってもらったら出ない声も出ますねってわおっしゃってて、皆さん歌われるじゃないですかライトザライト、メッキバサラもこう弱って声が出なくなった時に、すごいうまくカンナさんと福山さんがこうすり替わるというか、弱って歌ってらっしゃる時はカンナさんだそう で声バサラと歌バサラとこう別々感があるけど、アニメで合わさった時に一体感を感じますおっしゃってました。大門されて、その時ニューフロンティアだったんですけど、ギターがめちゃくちゃ力強くて、すごいと思ってたんですけど、もうだからもう力強すぎて、あのチューナーが、ついてたチューナーが飛んでいくぐらい、すごくて、すごいね。いや、何かの飛行してバーって髪もかき上げられて、うわー、なんかオールビッバック、オールバックみたいになって、興奮して言えなくなっちゃってるじゃない。言えないですよね。そんな無造作にバッてやってかっこよくなるなんて、イケメンしかありえないわって言って、そうよ。で、あの途中で歌詞問われてで、なーなーなーって おっしゃってるもうなんかもうかっこいいと思う、かわいいのもうジェットコースターでもうすごい新しいわね、かっこいいとかわいいのジェットコースター最高でした。その歌詞間違えたのを自分でこう処理されるというか、その後の MC で、まあね、ちょっと感じたままに歌ってしまうところが、まあ、熱気バサラっぽいというかって言って、そしたらみんなパチ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 ってするじゃないですか、いやいやいや印象にしてすみませんって言ったら、ホーリーロンリーライトで、ホーリーもギターがすごすぎて、90で再生されたと思うんですけど、アコギの次元を超えているので、もうなんかもう本当にエレキからみたいな、相当じゃないとできないことだと思うんですよ。でも本当すごいなと思って、もう音ももうエレキじゃんみたいな、あのなんかエフェクターとかも使ってらっしゃって、本当神業だなと思います。すごい。もうもはや角度とかももうエレキの角度になってて、しかもご自分で声枯れてておっしゃる人のシャウトじゃないっていう、もう叫ぶもんないしょっぱなね、だからあーって言っておっしゃって、マジで圧巻でした。確かホーリーでバサラさんが火を吹くところがあったんですけど、ね、ちょっとパッと思い出せないんですけど、バサラって火吹くんですねっておっしゃって辛いもの好きですもんねって、って
仙台で辛いものってっておっしゃってるお客様が麻婆焼きそばとかなんか麻婆なんとかっておっしゃって、なんとかなんとかみたいな皆さんおっしゃって、最後に福山さんが萩の月とかって言ってまためちゃくちゃ面白かった全然辛くない逆を言っちゃったもんねめちゃくちゃ面白かったはい、いつものごとく姉さんが時間切りになりましたので、私一人で続けさせていただきたいと思います。この曲がトライアゲインだったんですけれども、トライアゲインは福山さんがバサラさんだったらこんな曲を作るかなっていう風に考えて作られた曲だっていうことを聞いて、にわかは初めて知りました。最初の方と最後の方だけ見たりする方がいると思いますけど、マクロス7は最後だけ見たらもうわけわかんないですよねっておっしゃっていて、けど歌を歌い合って敵と分かり合えるのはすごいミュージシャンの究極の理想像で、すごい見た時は感動しましたっておっしゃってました。でもトライアゲインの最初のたったいい曲のロケンロールのところで、もうなんかもう本当会場のなんていうのか響き渡る感じが本当にすごいなと思います。明日へ響いてくがもうそのまんまだなという気持ちです。そしてその後に恒例の愛覚えていますかでがもういつも通りめちゃくちゃ美しかったんですけれども、歌声はもちろん一番最後のちょっと言い表せないんですけど、チリンみたいななんか感じのギターの音がめちゃくちゃ好きです。一番最後のめっちゃ綺麗です。いやいい曲ですよね。ずっと歌ってたら僕の曲にならないかなって思うんですけどっておっしゃって、冗談ですよってでその時にピコお投げになって、その後にお水を飲まれて、そのペットボトルが空になったのでそのペットボトルも投げようと、もちろんムーブだけなんですけどされてるのがめちゃくちゃキュートでした。オタクとしてはもうペットボトルもぜひ投げていただきたいという感じだったんですけれども、そしてこれもなんと言ってももう毎回今回のツアーでも最高に好きな曲で最高なんですけど、 My Soul For You ですね。前回のツアーでも入れてたんですけど、毎回入れてみるのもいいかなと思ってて、今回福山さんが仙台公演でおっしゃっていて、うわーマジでありがとうございますと思って、本当に真っ赤な集いでもされていて、もうまさかまたアコースティックファイヤーでもアコースティック版でこの11公演全部いけるなんてもう夢にも思わなかったので、もう本当に最高だと思って、この9公演重ねてきてもう好きすぎてもうワンフレーズだけで泣けます。本当にお前が風になるならでもう泣いてますその仙台公演の時に特に歌詞で顔ビーフォー太陽のようにっていう歌詞があるんですけど、もうマジで存在が太陽だわと思って、本当に神々しいと思って、もうマジ俺の太陽っていう感じでしたオタクすぎますけど、真っ赤な地鶏の時がもう本当にアンコールラストの曲で、今回もアンコール前最後の曲で、もう本当美味しい曲がもうそんなもういいところで入ってくるなんてもう本当に幸せだなと思います。仙台感動のマイソール包囲終わられてアンコールに入られたんですけれども、それでグッズ紹介をされていて、タオルの時にですね、前日の盛岡公演の時にもう同じグッズ紹介の時に、今日は吹けないですねみたいな明日も紹介しないといけないですからねっていうくだりをされていたので、次の日の仙台公演で今日は吹けますねっておっしゃっていて、でこうエアで吹く動作をされて、こんなに大げさな吹き方はしないですけどねって、いつもウェットティッシュとかで吹いてますっておっしゃってて、おーそうなんだと思って新しい情報にオタクは歓喜していましたで全部紹介していて
で、じゃあって言って曲に移ろうとされたんですけど、 T シャツだけ紹介されてなかったのを観客の方が T シャツ、 T シャツまだですみたいな、で、あぶね、忘れるとこだったよっておっしゃってるのがもう最高にキュートでした。アンコール1曲目がダイナマイトエクスプロージョンだったんですけれども、もう本当にすごい大盛り上がりだったんですけど、ダイナマイト、ダイナマイトって言って福山さんもすごい演奏でこう魅了されていて、でわーって下手前に出てパフォーマンスされて、で同じように上手も前に出てパフォーマンスされようとした時に、あのシールドが抜けてしまって、その抜けた時にあーみたいな感じでシールド拾いに行かれて刺してる、そのムーブがもうめちゃくちゃ一連がキュートでした。でも最後の最後でジャーンって飛ばれて、アコースティックファイヤーでジャンプされたの初めてじゃないかなと思って、あー飛ばれたと思ってすごい歓喜でした。歌い終わられた後に、もうね、シールドをこうストラップの後ろに通してから刺すみたいなことをもう始めたばかりの時に先輩とかによく言われてましたけど、今になってもかみたいなおっしゃって、あのいつもやでも変わらない俺をって、そういうことじゃないですよねそのすぐ1曲前の歌詞とかを拾ってこられる頭の回転の速さとセンスの良さも脱帽っていう感じでした。でまさかのですね、すごい盛り上がってお客様がこうダブルアンコールみたいな感じでおっしゃって、ダイナマイト終わった後に次で最後の曲ですって福山さんがおっしゃったのに対してなんですけど、それを聞いて、じゃあもうやっちゃうみたいな感じで、もういつもの福山さんのファンサービス、もうこんなサービスめったにないんだからねっていう、うわーさすがだなと思って、できるかな、アコギでやったことないんだけどっておっしゃって、プラネットダンスをされて、しかもそんな激しめの曲をやったこと、アコギでやったことないで急にされるんですかって、もう度肝抜かれて、もちろんもう演奏も、あの歌も、もう本当に初めてですかっていうクオリティで、もうさすがすぎると思いました。で終わった後に、あ意外とできるかもっておっしゃってて、もうすごすぎる、もう天才とか、もうそんな次元の言葉では言い表せられないと思いました。もう本当に驚愕でした。でも本当にこれで最後ですからねっておっしゃってて、でもご自身ではもう声枯れてるからねとかおっしゃっている中で、さらにもう一曲追加に対応される、本当にそのファンサービスの精神、もう最高すぎる、素敵すぎると思いました。本当のラストのラストの曲、これももう毎度毎度最高にもう号泣ものなんですが、エンジェルボイス入られて、もう、まあ、ライトザライトもなんですけども、エンジェルボイスも本当一人一人のお客様の目を見て、もうお客様がどんな表情されているかを、もう福山さんの表情を見ると分かるというか、もうほんと一人一人に共感されていっている感じがもうすごいなと思って、もうそれにも感動ですし、もう歌にも曲にも感動なのに、それにも感動で、エンジェルボイスはもう毎回もうちょっと頭真っ白で、もうとにかく感動の極みという感じです。なんとですね、今回ダブルアンコールも含めて19曲されていて、1曲追加であったとしても今までも18曲くらいをされていた、約20曲ですよね。それをもうお一人でずっとされて、でトークは休みみたいなことをおっしゃってますけど、もう到底休みとは思えないトーク でそれをしかも連日こうされることが多い今回のツアーで、もう本当にすごいバイタリティだなっていうのと、しかも結構毎週のようにある時もあるので、で週末のライブだけじゃなくて、その間にもいろんなお仕事をこなされているわけじゃないですか。もうなんか本当に人知を超えているなっていう、その一言で終わらせてはいけない、もう血のにじむような努力と忍耐の結果だと思うんですけど、もう本当にすごいの一言に尽きてしまうなと思います。
はい、迷いながら長々とつらつらとにわかの薄い感想でございましたが、仙台公演はこのような感じでございました。仙台も最高でございました。その土地土地の土地土地その場所でしか聞けないトークも本当毎回あって、行く回があるなと思います。いろんな場所に、こんなにわかのレポでございますが、ここまで聞いてくださった皆さん本当にありがとうございます。もしですね、チャンネル登録まだだよっていう方がいらっしゃいましたら、登録していただけたら今後も頑張れますので、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。さあ始まるぜ、さらでない、調子はどうだい、実践だビートを感じるかい。バイバーイ。